にちは。今日も習慣化のお話です。悪習慣をやめるディストラクション、誘惑を遠ざけろというテーマで今日はお話をしていきます。まあ、昨日一昨日から悪習慣をやめるための方法ということでいろいろ紹介してきたんですけれども、昨日はちょっと難しいビジラントモニタリングっていうのを紹介していきました。これはかなり皆さんの意識レベルが高くないとなかなか身につけるのは難しいっていうところなんですけど、今日は簡単です。目線を移すだけで叶ってしまうっていうのがディストラクションというものになります。悪習慣をやめるためにいろいろ皆さん手を尽くすんですけれども、もうそれなら一層その悪習慣の根源となっているもの自体から目をそらしちゃいましょうっていうのがディストラクションっていうお話です。ディストラクションっていうのは日本語に直すと気を散らすこと、気をそらすことっていう意味があるんですよね。だから人っていうのはこれをやっちゃいけないっていうものを思ってしまえば思ってしまうほど、むしろそれを意識してかえって手を出してしまうって禁欲に手をつけてしまう、もう生き物なんですよね。で、人がちなみに誘惑に抵抗できるレベルっていうのは実は 50% ほどって言われてるんですよ。だから2回に1回は失敗しちゃうんですよね。目の前に美味しそうなお菓子があったら2回に1回は手をつけて食べてしまうと。で、しかも最悪なことに人って欲望を抑えた分欲求っていうのが2倍になってしまうので、例えばアイスを食べたいなって思った時に2回に1回は我慢できるんですけれども、結局次に2個食べてしまうんですよ。っていうことは1回に1個食べるのと1回で2個食べるんだったら、もう 2回で2個と1回で2個だったらトータル数変わんないから意味ないじゃんっていう話なんですよ。だから欲求を抑えるのって意味がないんですよ、抑えるのっていうのはね。だから抑えるんじゃなくてあえて散らそう、そらそうっていうのが今回のディストラクションです。だから誘惑しているものをじっと見てしまうと、アイス美味しそうだなとか、あの美女やべえとかっていうふうに思ってしまうと、もう抵抗できなくなってしまいますので、あえて目をそらしてしまおうということです。で、例えばとんでもなくセクシーで色気ムンムンの美女が歩いてるとします。もう胸元ざっくりで、もう服もピッチピチでショートパンツ姿で歩いてたら、男だったら誰でも見るっていうような感じだと思うんですよね。でついつい見ちゃうと、そんな時にこう目線に気づかれたくないと、こう見てるのをこうっていう目線に気づかれたくないから、見るな見るな、見ちゃダメだ、見ちゃダメだ、見るってなっちゃうんで、はい、だから抑えれば抑えるほど胸も見ちゃうし、お尻も見ちゃうしってなるんで、逆効果だと。だから違うものに目をそらしたりとかするっていうことで対策をしていきましょうっていうのが今回のディストラクションになります。例えばあんまり例えよくないですけど、ちょっとなんか汚らしいおっさんを見てみたりとか、あるいは街中にあるいろんな看板を見てみたりとかっていう風にすることによって、こう忘れるとか抑えるっていう風にしてしまうと帰って見てしまうので、もうおっさんを見るとか看板を見るとかっていう風にあえて別のことを見ることによって意識を新しいところに集中をさせていくと、うわーあのおっさん汚ねーなー、なんかフケいっぱいついてるし風呂入ってんのかなーとか、あんなところに新しい看板できてる、へー新しい酒屋か、今度行ってみるかっていう風に意識をそっちに集中を持っていこうということです。だから他にも食べ過ぎたり飲み過ぎたりしてしまうということであれば、その食べ飲みしてる時間っていうのをゲームしたりとか読書をしてみたりとかっていう時間に当てていくっていうことにすると、で脳っていうのは2つ以上つまりマルチタスクをしてしまうと集中することができませんので、悪習慣をやめたいのであれば他に集中できるものを探してそれを実行するっていうのが大事になるということになります。例えばなんですけど、かつてベトナム戦争が起こった時にアメリカの兵隊さんたちが痛み止めの代わりに麻薬をなんかもうものすごい量というかものすごい種類のなんか9個か10個くらい種類があったらしいんですけど、それを痛みを抑えるためにこう打ってたらしいんですね。で結果的にどうなったかっていうと2つのパターンに分かれまして、1つは戦争が終わってアメリカ本土に帰国した後にそれでも打ち続けたっていう人、それからもう1つは打つのをやめることができた人、これどういう違いがあるかっていうと、打ち続けた人っていうのは独身だったりとか家族がいないっていう人だったんですね。一方でやめることができた人っていうのは家族がいたんですよ。だから家族との喜びを取るのか麻薬による誘惑快楽を取るのかっていうので分かれていったっていうことなんですよね。つまりそういうことなんですよ。だから麻薬を打ち続けている人だとしても、あるいはタバコを吸い続けて、タバコもある種中毒性がありますからねっていう人でも、それ以上に快楽を得られるもの、喜ぶ得られるものがあったとしたらそっちに移っていくことができるんですよ。これと同じです。美女以上に自分の意識を集中できる何か楽し
しそうなものとか喜びそうなものがあったとしたらそっちに意識をしていく。まあおっさん見て嬉しいっていうのは相当やばいですけど、そうではなくて、それはあくまで簡易的な対策になりますんでね。そうじゃなくて自分がこれやめたいなと思ったらそれ以上に喜べるもの、快楽を得られるものっていうのを探すっていうことが大事になってきます。これがディストラクションの、究極形態ですね。ディストラクションはその一時的にこの集中をそらすためだったら汚いおっさん見ようが看板見ようが何だったらいいんですよ。ところが長期的にこの悪習慣を絶対に二度と繰り返さないようにするためにはそれ以上の喜び楽しみっていうのを見つけていくことっていうのが大事になりますんで、究極ゴールはそこだと思っていろいろ何か皆さん四方八方探してみていただけたらというふうに思います。これが、楽習慣やめの一ついい手ではないかなというふうに個人的には思ったりしています。ということで、本日はですねディストラクションというお話をしていきました。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンとそれから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。